2008年平和宣言平均年齢75歳を超えた被爆者の脳裏に63年前がそのままよみがえる8月6日が巡ってきました「水をください助けてくださいお母ちゃん」被爆者が永遠に忘れることのできない地獄に消えた声顔姿を私たちも胸に刻み こんな思いを他の誰にもさせないための決意を新たにする日ですしかし被爆者の心身を今なお苛む原爆の影響は長年にわたり過小評価されいまだに被害の全貌は解明されていません中でも心の傷は深刻ですこうした状況を踏まえ広島市では2か年かけて原爆体験の精神的影響などについて科学的な調査を行います そしてこの調査は悲劇と苦悩の中から生まれた核兵器は廃絶されることにだけ意味があるという心理の重みをも私たちに教えてくれるはずです。昨年11月科学者や核問題の専門家などの議論を経て広島市がまとめた核攻撃被害想定もこの真理を裏付けています。核攻撃から市民を守る唯一の手段は核兵器の廃絶です。 だからこそ核不拡散条約や国際司法裁判所の韓国的意見は核軍縮に向けて誠実に交渉する義務をすべての国家が負うことを明言しているのですさらに米国の核政策の中枢を担ってきた指導者たちさえ核兵器のない世界の実現を繰り返し求めるまでになったのです核兵器の廃絶を求める私たちが多数派であることは 様々な事実が示しています地球人口の過半数を要する自治体組織都市自治体連合が平和主長会議の活動を支持しているだけでなく核不拡散条約は190カ国が批准非核兵器地帯条約は113カ国地域が署名昨年我が国が国連に提出した核廃絶決議は170カ国が支持し 反対は米国を含む3カ国だけです今年11月には人類の生存を最優先する多数派の声に耳を傾ける米国新大統領が誕生することを期待します多数派の意思である核兵器の廃絶を2020年までに実現するため世界の2368都市が加盟する平和主長会議では本年4月 核不拡散条約をを補完する広島長崎議定書を発表しましまた核保有国による核兵器取得・配備の即時停止核兵器の取得使用につながる行為を禁止する条約の2015年までの締結など議定書は核兵器廃絶に至る道筋を具体的に提示しています目指すべき方向と道筋が明らかになった今必要なのは 子どもたちの未来を守るという強い意志と行動力です対人地雷やクラスター弾の禁止条約は世界の市民並びに志を同じくする国々の力で実現しましたまた地球温暖化への最も有効な対応が都市を中心に生まれています市民が都市単位で協力し人類的な課題を解決できるのは 都市が世界人口の過半数を占めており軍隊を持たず世界中の都市同士が相互理解と信頼に基づくパートナーの関係を築いてきたからです日本国憲法はこうした都市間関係をモデルとして世界を考えるパラダイム転換の出発点とも言えます我が国政府にはその憲法を遵守し広島長崎議定書の採択のために 各国政府へ働きかけるなど核兵器廃絶に向けて主導的な役割を果たすことを求めますさらに黒い雨降雨地域や海外の被爆者も含めまた原爆症の認定に当たっても高齢化した被爆者の実態に即した温かい援護策の充実を要請しますまた来月我が国で初めて GA と会議長会議が開かれます 開催地広島から被爆者の哲学が世界に広ままることを期待しています被爆63周年の平和記念式典にあたり私たちは原爆犠牲者の御霊に心から哀悼の誠を捧げ長崎市とともにまた世界の市民とともに核兵器廃絶のためあらん限りの力を尽くし行動することをここに誓います。 2008年平成20年8月6日広島市長秋葉忠敏。